意外に星の石が出るから行く人がいますが。あ、そうなんですね。じゃあちょっと行ってみますか、俺。アコンワールド。やることないから。どうやって入るの、これ。身寄りにわざわざ行かないんですよね。あ、そうなんですか。アコンワールド。身寄りに経験値欲しいんだったらワンチャンアコンワールド行くか。左のアイコンから行く価値ありますよね。今、ママシ前のキャラの方飛ばしたんで。で、こん中入って。あ、これ来たことあるわ。来たことある。んー、いつ来たんだか覚えてないけど。来て、なんか、ここは二度と来る必要ねえなとか思って、そこ撤収した気がする。あ、でも来たことないな、やっぱ。このアコン見たことないな。同じマップの別のやつに多分来たんだな。わらわら。このマップ自体は来るの多分初めてですね、これ。今経験値いくつ入った？ああ、半分ぐらいですね。経験値アイテムのバフが今全部切れちゃってる状態な。一番上のロックが黒曜箱かな。ああ、今経験値アイテムのバフが切れちゃってる状態なんで、ちょっと使い直しますね。今 1425% になったんで、それでちょっとやってみましょうか。まあそんな変わ大差ないと思うんですけど。まあでも、さっきのオリンポの半分ぐらいだとしたら、出られてる放置してた方が美味しいと思います。単純に。手動でわざわざ来て、顔真っ赤にしてやるようなとこじゃないなっていうイメージかな。まあ、ただ、アイテムがもらえるんで、その黒曜箱とかもらえるんだったら、ワンチャンありかもしれないですね。さっきのオリンポの半分までいかないけど、60% ぐらいじゃないですか。そんなに経験値は美味しくないんで、これはトランビューにやらない方がいいっすね。クエスト経験2倍の呪文書も出るから地味にありがたい。あ、それ出るんですか？それ、何日間で ?1 日出るよ、1日。おぉ、で、1日出てるよ。これ美味しい情報だな。北野さん、ありがとうございます。この1日、1日めちゃめちゃ欲しいじゃないですか、これ。じゃあ、みんなは、これを、アトランビオリじゃないときに、ここの、あ、でもこれアトランビオリしか来れないですか？このアコンダンジョンって。ちょっとわかんないですけど。平常時来れないの。ビオリ箱から出てきたから。ビオリの土日だけ、ビオリしか無理のはず。あ、そうなんだ。じゃあもう経験値を犠牲にしてでも、このアトランビオリ1日箱、1日賞、あ、経験値収集1日賞を取りに来る価値、これありますね。訂正します。じゃあ今日か明日しか来れないんだ。もうこれ来た方がいいっすよ、マジで。しかも、鍵1個しかないから、どうせ30分しかできないですもんね、俺。もう経験値も割とまずく、美味しく、まずくはないし、半分ぐらいもらえるし、さらに、この1日書っていうのが、昨日、一昨日ぐらいの配信でもいい。私全然来たことなくて。あ、俺も来たことなかったっすね。完全に舐めてました、この誕生。すごいいいとこじゃないですか、これ。その価値を今、配信で初めて気づきました。この1日賞を使うと、ここの経験値の部分。30分で10個くらい、チケット溜まってます。わら。メインはね、行ってないからチケット50枚くらい今あったんだけど、サブはこれ持ってないからさ、チケット。アトランビオリのさっきの箱からしか、だから30分しか今日できないんですよ、このキャラ。この1日賞を、次のアトランビオリまでに7枚。7枚集めると、幸せになれます。今日はこの30分の間に7枚出てくれたら幸せになれるんですよ。それをアトランビオリ始まる直前に使うと、アトランビオリのプラス 100% と別枠で 100% アップするんで、この 500% で、今これ2倍以上使ってない状態なんで、これが次のアトランビオリで 600% でアップしますんで。皆さんはまだまだパワーレベリングやると思うんで、200レベルを当然目指してると思いますよね。だから次のアトランビオリに向けて、ここ入って、この1日の賞を7枚集まるまで頑張って顔真っ赤にして返してください。これ7枚出るのかな ?30 分で。30分で何枚出るのかちょっと楽しみですね。しかもアトランビオリの土日しか来れないんだったら、実質このジャンピングのキャラは今日しか箱配布されないから鍵1個しかゲットできないんで、これ鍵取引不可だと思うんで。この30分でしかゲットできないんですよ。この1日の賞。もうここはもう経験値のことは諦めて、とにかく一日、この一日賞を何枚出すかっていう。それだけを考えてやった方がいいですね、これ。特にこういう復帰キャラクター、ジャンピング用みたいなやつは一日賞持ってないんで、
メインキャラとか消えちゃうアトラスとか昔からやってるキャラはたくさん持ってるんですよ。700枚ぐらいあるんですよ、維持書は。なんかのイベントで腐るほど配布されたんで使い切れないぐらい持ってるんですけど、こう持ってない人からするとマジで喉から手が出るほど欲しいアイテムなんで、これ一日賞それがここでゲットできるんだったらもうほんと来る価値ありません。それ以外に入手する方法ってあんのかな、ちょっとわかんない。ザオロンさんだったら多分知ってると思うんですけど、他のとこでも一日賞が手に入るんだったらそこ行った方がいいと思うんですが、入手方法がないんだったらね、ここ来るしかないんで。いやでも、ただ自分はその今まで新キャラをやってなかったから別にいらないわってことで、このダンジョンの価値を理解しなくて行く必要ねえわってスルーしてたんですけど、今から始めた人はもうほんと来る必要がありますね。これ日和しか来れないんだったら特に。お、2個目出た。これ7枚は無理だな、間違いなくこのペースだと。あとは国家ダンジョンの国家の証で3時間書っていうのが交換できるんですよ。この経験値、クエスト経験値2倍の、その3時間書を、まあ、頑張ってプチプチ押して10枚ぐらい使って30時間じゃないですか。それで1日だから8枚の580で40枚あればいけますね、いつか分。それ用意して7日分強引に2倍賞を使うっていうテクニックもありますけど、まあその国家の証40枚分集めるのどんだけ大変なのかちょっとわかんないんで、あんまり現実的じゃないですよね、そのやり方は。だからできればここで7日分ゲットした方がいいです。さあ、アコンワールド終わっちゃったよ。さあ、いくつ？お、すげえ！ 7 個も入ってる。まあ1週間も持つじゃん。これ30分間、1日来れば、7枚手に入ったから、次のアトランビオリ、もう今のアトランビオリはこれ使えないんですよ。ほら、すでに同じ効果が適用されてますって。なっちゃって、使えないんだけど、これをアトランビオリ始まる前に使っとかないと、この味で追加で使えないんで、まあ、皆さんここに、今のアトランビオリに来て、クエスト経験2倍の賞を、次のアトランビオリ分7枚ゲットして用意しとくっていうのが、ベストムーブなんじゃないかなって思いますね。あと、黒曜箱が8箱の、ゴミの、精錬石、強化石が3つ。で、生命のやつが、150個もゲットできました。30分間で。あと、ブラックペガサス箱か。割と美味しいダンジョンなんじゃないですか、金作的に言っても。この黒曜箱もそれなりの値段で売れるし、まだ新装備来てないし。だから、全然来て、30分間頑張る、でもいいのかなって思いますね。もう結構いろんな人来てんじゃん。みんな場面でやってんじゃん。これ美味しいダンジョンなんですね。このアトランビオリしか来れないみたいなんで。これはちょっと新情報でしたね。